木村秀正は日本の航空機設計者、航空機研究者、工学者、航空工学教育者、東京帝国大学教授、日本航空学会会長等を歴任。戦後は日本大学で後進の育成にあたり、1974年から日本大学名誉教授。日大時代の1961年11月に初飛行ニュースを聞いた。 人力飛行機開発を学生たちと共に計画。1963年から所属する機械、工学科航空専修コースの卒業研究テーマとして、研究開発に着手し、日本初の飛行を実現させた。1904年、北海道にて出生。木村家の先祖は南部藩士であり、五個にて代々代官を務めていた。誕生後すぐに家族と共に、東京市へ転居。 1913年3月28日、フランス製のブレリオクシー -2 ビスの飛行を目に、したが、この機が墜落し、飛行士2名が死亡したことを知り大きな衝撃を受ける。不立、第4中学校、第1高等学校を経て、1924年4月、東京帝国大学工学部航空学会進学。この時、航空学会入学した10名の中には、 三菱重工業で旧四丹座戦闘機や十二、士官城戦闘機の設計事務者となる、堀越二郎、川崎航空機で十重や機48、木四十八、木六十一の設計事務者となる、土井武雄がいた。1927年3月31日、東京帝国大学を卒業。東京帝国大学大学院に進み、1929年3月に、 大学院課程を修了する。同年7月に航空評議会食卓。1930年6月より東京帝国大学に置かれた航空研究所に研究生として加わり、1934年10月から航空研究所食卓となる。貢献期では胴体、尾力、足の設計、性能試験及び飛行計画を担当。 1937年5月17日、航空研究所技師に任ぜられる。1938年5月15日に、貢献機は周回長距離飛行 1651.011km を達成し世界記録を樹立した。1940年、東京、ニューヨーク間の親善飛行を目的とする A-26 の設計主務者となる。 1941年7月18日、東京帝国大学助教授を兼任。1944年夏、特殊核空機の基礎設計を行う。なお、7月4日には A-26 が 16,435km の周回長距離飛行を成し遂げたが、戦時下であり、国際航空連盟による公認を受けることはなかった。 1945年3月10日、東京帝国大学教授に任せられるとともに、航空研究所員に補えされる、同年に工学博士、博士論文の第、飛行機と基礎系決定並びに飛行試験における、螺旋不安定の検討について、1946年、GHQ の指令により、日本の航空活動が禁止されたことから、航空研究所が、 完成廃止となり退官。1947年に航空研究所時代の同僚であった阿波野聖一日本大学教授の誘いを受け、日大級工学部教授に着任。1952年、サンフランシスコ講和条約発行により、日本の航空活動が許可され、航空活動再開とともに、大学研究室の学生らと二人乗り系飛行機、 N52 を製作開始。1953年日本航空学会会長に就任。1955年日本大学機械工学科に航空専修コース設置、航空工学の専門教育を開始。1957年中型機の開発を目的とした財団法人輸送機設計研究協会が設立され、木村は初代技術委員長に就任。 同年、日本航空学会会長に再就任。1958年135馬力の4人乗の軽飛行機 N58 に着手製作。1962年には N62 を開発。160馬力4人乗りで、伊藤中航空整備と共同開発の軽飛行機。韓国訪問飛行を2度実現。1962年。 初の国産旅客機 YS-11 の基本構想に参画。1966年全日空羽田沖、墜落事故の事故技術調査団団長を務める。1969年から1974年まで日本大学評議員。1970年から1974年まで日本大学立地。同年に自動車エンジンをつけた。 モーターグライダー N70 の開発に着手。1972年日本大学理工学部長、日本大学大学院理工学研究課長、日本大学理工学研究所長に就任。1972年から1973年まで日本大学副総長。1973年、航空政策研究会会長に就任。同年、 木村が設けた機械工学科航空専修コースが航空宇宙工学コースとなり、1978年に航空宇宙工学科に発展。1980年に本航空協会副会長、革新航空機技術開発センター所長就任。1984年には航空科学振興財団理事長に就任。ありがとうございます。